2023年のある日。たまちゃん、聞いて聞いて。どうしたの、みけさん。うふふふ、いいことを聞いたんだ。なになに。たまさん、先日ね。大丈夫ですよ。インボイスに登録してもちゃんと支援措置がありますから。支援措置？そうなんですよ、親方。インボイスは怖くない。支援措置のポイントはね。ふむふむ、へえ、それはいいね。よし、僕インボイス登録しよう。ストップストップ、みけさん、何言われたの？ストップインボイス、激変緩和措置に騙されるな。インボイスは怖くないって話。なんでかっていうとね、納税額が売上税額の2割でいいらしい。免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、税負担と事務負担を軽減するために売上税額の2割を納税額とすることができる。これで負担が軽くなるんだって。建設業で課税売上770万円、課税経費が165万円だった人の事例だと次のようになる。高速課税の場合、売上に含まれる消費税70万円から経費に含まれる消費税15万円を差し引いて納税額は55万円。簡易課税だと売上に含まれる消費税70万円からみなし経費に含まれる消費税49万円を差し引いて納税額は21万円。激変緩和措置の2割特例を適用すると、本則課税、簡易課税どちらも選択していても売上に含まれる消費税70万円の2割だけでいいから納税額は14万円になるんだ。売上、収入を把握するだけで申告でき、経費等の集計は不要。事前の届け出も不要らしい。みけさん、もう一つあるよ。1万円未満ならインボイスなくても OK らしい。国内において行われた課税仕入れの支払い対価の金額が1万円未満の課税仕入れに関して、インボイスがなくても帳簿に記載をすることで仕入れ税額控除が可能になる。みけさん、だからそれはね。まだあるよ。返還インボイスも1万円未満なら不要になるらしい。売上に関わる対価の返還等に関わる税込み価格が1万円未満である場合も、その返還インボイスはなくても良いことになりました。これらが激変緩和措置といって、これでインボイスに登録しても安心なんだって。じゃあそういうわけで税務署行ってくるね。さよなら。待って、みけさん、よく聞いて。その激変緩和措置でもみけさんの負担は解消されないよ。え、みけさんは免税事業者でしょ。インボイスに登録したら課税事業者になる。新たに事務負担と消費税負担が発生するんだ。うん、でもそれが緩和されるってあの人が。残念だけどそれらは時限措置だよ。これは3年間、これは6年間で終わってしまうんだ。え、激変緩和措置はね、課税事業者にさせるための呼び水、補足な手段なんだよ。ガーン。でもでも、免税事業者のままだと取引排除や値引き強要される不安が。そうなの。でも激変緩和措置につられて課税事業者になってしまっても、期限が来たら地獄が待ってる。どうしたらいいの。インボイスそのものを止めるしかないんだよ。今多くの反対の声が広がっている。国会の外で中でインボイス止めようのうねりが起こってるよ。9月末までインボイスの登録期限が伸びたよ。でもでもでも、僕らみたいな事業主以外にも共感が広がるかな。
そのためにインボイス導入で多くの個人事業主が廃業を決断しようとしていること、インボイスは実質増税であること、そして今後さらなる消費増税への道を切り開く制度ということをもっともっと広げていこう。そうだね、これはみんなの問題になるんだもんね。わかった、インボイス反対、激変緩和措置に騙されるな、頑張ろう。